ゴキブリを貯めてます、ハロウィンだからとか言いながら、はい、デーツです。デーツ、今日は平均足の購入タイミングと3分取引と1分取引でどっちがいいのかっていうのをちょっと見ていきました。ということで MT4 を使っていくんですけども、 MT4 はここ何だったかな、忘れた。でもこれを選択してください。でインディケーターして平均足とあるので、平均足を、はい、選択してください。で次にちょっと見えにくいなっていうことを結構言われたので、ここのチャートの中にですね、右クリックをするとこういった表示が出ます。でプロパティを選んでください。で次に平均足を選択すると、このようにですね Colors って出てきて、これ Colors を選択できるんですね。で通常であれば前回の説明した時にここで見たら分かると思うんですけども、こうやって緑色っぽい、これ説明するの忘れてたんですけど、緑色っぽいのがあったり、なんか陰線には緑色っぽいのがあったり、あと白にはまた緑色が一緒か、はい、がかかっていたりして、これどういうことってことなんですけども、これはロウソク足の幅を見せてるんですね。なので平均足であればもう全くこの赤い部分、白い部分となるんですけども、一応ロウソク足の動きも知りたいなっていう時に結構このようにデフォルトのままで利用できるんですけど、今回はもう本当に平均足のみを見たいので、ナンシーはこのようにバーアップ、バーダウン、ボーキャンドルとベアキャンドル、意味はもう分からなくていいです。とりあえず全部ノンにしてください。 OK ですか？ノンですよ、ノンで OK を選択してください。そうするとですね、すごいシンプルになって、さっきのなんかいらないロウソク足部分は見えなくなるので。であともう一つ説明したいのがこちらなんですけども、またプロパティスの中にこれなんて書いてあったかな、ちょっと忘れたんですけども、その Colors の隣を選択していただくと、このように読めないけどなんかあったんですね。これをクリック外して OK を押すと、なんと綺麗にですねこのようなチャートが表示されます。この黄色い部分は後ほどなんで説明ちょっと飛ばしますね。このように後ろもグリッドなしで、本当にこのままシンプルに平均足だけ表示することができるので、これで今回見えやすくなったかなと思います。はい、ではいきますよ。はい、で購入タイミング一体何し何みたいな感じなんですけども、ですね3つ以上一緒の平均足が続いた後の転換を狙います。で、違う足の色が発生してプラスボディが超えた時なので、ここ見えますか、こんな感じの時です。これちょっと購入した時なんですけども、こんな時に購入します。 OK ですか？購入タイミングその2、こんな時です。見えやすく、はい、これ続いてますよね、陰線が、陰線というか陰線平均足が続いてますね。で以前に勢いって何なんしみたいな感じで、相場の勢いってどうやってわかんのってことだったんですけども、チャット来てるかな、大丈夫かな、はい、どういうことなのっていうことだったんですけども、ここ見てください。ここはまだ勢いがついてますよね、全然ロウソク足の結局はボディを見てると思います。なんしでボディが結構勢いついてて幅が広かった、勢いあるな、あでもこっからなんかボディの幅が小さくなってるな、あ勢いがなんかなくなってきたっていうことが分かります。そしたらあそろそろだなっていうことも分かりますよね。そうするとナンシーは準備して、購入額も準備して、方向買う方向も準備してですね、でここではいみたいな感じで、はい、これちょうど陰線が続いてたけども陽線が発生しました、でさらにボディを超えました、その瞬間に購入をします。はい、で購入タイミングその3、何し説明してるんですけども、ここが、これも、はい、陽線続いてきましたよね。陽線続いてきて、ここでは勢いがあって幅が結構広いんですけども、あれれれれ、だんだん短くなってきたな、あ短くなった、しかもあ陰線超えたみたいな感じで、はい、陽線を陰線が超えましたよね。ここでこの辺りで購入となります。 OK ですか？以上です、もうそれだけ。
はい、それだけです。で、結論から言うと1分と3分とどうなのっていうことだったんですけども、なんし10回ずつちょっと今日取引したんですね。はい、10回ずつした結果から言うと、1分足で平均足利用した時に 77% の確率で勝ちました。しかし3分だったら 50% ということで、みたいな感じなので、もう1分足がいいっていうことが分かりますね。で、使ったのはポンドドル、ドル円、ユーロドル、オージードル、このあたりを使っていきました。あ、ユーロドル来てる、ユーロドル来てる、ユーロドル来てる。はい、ロ、ちょっとタイミングミスったかな。はい、これでいいかな。デイトレーダーがですね、大きくできないんですよ。どうしても横長なので、縦長にしたらなんかビヨーンみたいな感じで変になるんで、それがちょっと困りましたね。じゃあ皆さんのコメントどんなんかな、なんか来てるかな。何しあり、今でいい何しあり、何しあり。これちっちゃくなんか私出せないですかね。なんか出せそうなんですけどね。出せないんかな、なんか出せそうな感じもしないでもないんですけども、なんか何しちっちゃくなんか出ないですかね。ちょっと一回見とこう、今これやってる間に。で、約ちょっとこれ諦めよう。そうで、もう一つ気づいたのが、この平均足使うときにどういうときに負けてるパターンが多いかっていうと NG なんですよね。見えますか、ここ NG っぽくなってんの。こういう時に平均足使ったら全然なんかダメみたいな感じのパターンが多いんですよね。これは気づきました、今日。面白かったんですよ、なかなか。ではちょっと他見ていきましょうか。もうこれは諦めます、ドル円。諦め早いんで、なんしドル円が下がればいい。はい、ドル円が下がればいいということで、はい、いけましたね。なのでローしました自分の目今見たけど、なんかあれですね、めっちゃ真面目ですね、取引してる時。ということで成功、イエイ、やったぜ。はい、ということで見えてるかな。では他ちょっと見ていきましょうか。うん、ポンドドルちょっと勢いついてしまいましたね、またさらに。あ、オージードルにしよう。オージードルロ、オージードルロ。ちょっとタイミングずれたかもしれないので、オージードルロ。はい、ひろひろさん、テントレーダーの陰線がナンシーの頭あ、陰線？陽線？どっちだ？陽線か、ナンシーの頭そうなんですよ。タイミング来てる、タイミング来てる、最悪。はい、ちょっと遅れた。あ、でもボディ超えてないかな。あ、ボディ超えてないな。あ、でもはい、超えてますね。いい、いい。あ、ボディ超えてないで、負けた分を取り返したいので、で、はい、狙いで待ちます。はい、あ、うわうわ、超えてる超えてる、最悪。ずいぶん遅れましたね、これ。まずいですね、なくちゃな。あ、皆さんすいません、今日の放送はもうこのまま行きます。もう取引に集中します。なんし超えるか、はぁ、来た。いけ、いけ。上がれ、上がれ、上がれ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 。みんなに見られないから、なんかこの方が踊りやすい。何じゃ、先週かな？ 2 週間前、アメリカにいたんですね。で、その時に、フロントのなんか人が、なんかすごい見てくるんですよ。なんか、いや、なんかあの子変だな、みたいな顔で。で、1回目フロントにそういう風に見られて、なんか2階から見れるんですけども、自分の部屋が2階だったんですね。2階から見れて、あ、やった、成功。はい、ということで2階から見れて、で、なんか何、なんかもうフロントのやつ見てるとか思いながら部屋に入ろうと思ったら入れなかったんですよ。中からロックされてて、中からロックってどういうことっていうことなんですけども、ちょっと何し、はい、部屋から閉じ込められたんですよ、中から。皆さんこういうロックありますよね、こういうロック、こう中でこうカチャってやる。アメリカ怖いんで
なんし必ずそのロックをもうどんどんある限りのロックを全部かけるんですけども、そのロックが中からされてたみたいな。でなんしふーわと思って、これ入れない自分の部屋にと思って、でフロントに行って、あの状況を話したら分かったって言って、で大ごとになって何人か男の人が来てですね、こう開けようとするんですけど開かなくて、であちょっとプロのやつ呼ばなくてダメみたいな話になったので、私ナンシーも髪の毛をこうピューってこう抜いてこうやって、中にクイッてやってキャッてやったら開いたんですよ。でイエーイみたいな感じになって、もうさすがみたいな感じでピッピッてやって、はいさよならみたいな感じでやってですね、でその次の日、はい、また仕事から帰ってきて、あー疲れたみたいな感じで、でフロントのやついるんかなと思ってパッて見たら、2階から見たらやっぱりフロントのやついたんですよ。あまた見てるって思って、ああの子閉じ込められたやつだなふふみたいな感じで多分笑ってるんですよ。でなし、まあいいやと思って、今日は生きるだろうって思ってパッて鍵入れたらまた開かなくて、次は何だかというと、なんし鍵濡らしてしまったんですね、その日水で。うわーこれだーって思って、鍵がもうこうならなくて、でも最悪またあの嫌なやつに行かなくちゃダメだって思って、下降りていてフロントデスクに行ったら、はいみたいな、もうカード用意してるんですよ。また閉じ込められたんだろうみたいな感じで、なんでわかるのみたいな感じになって、まあとりあえずそんな感じです。別にオチはない話だったんですけども、はい、まあさておき、はい以上です。本日の取引タイミングあればちょっともうちょっとしたいんですけども、ちょっと最後オジドル見ていきましょうか。開いたら閉じれないっていうやつ。そう、なんしあのフライングスーツってあるんですよね、こう空から飛び、あー来た、空から飛びはちょっとずれたな、飛ぶやつがあるんですよ。ちょっと上がったらもう一回購入したいかな。あるんですけど、そのフライングスーツ着てですね、こう崖とかの間ピューってこう、まあ落ちていくんと一緒なんですけどね、それがすごいしたくて、でも死ぬ確率が高いっていう、まだちょっとなんかそのフライングスーツも新しいちょっとスポーツっていうかあれなんで、てかアドレナリンがこうなんかもう騒ぐんですよね、たまに欲しいみたいな、体がよくしてるアドレナリンみたいな感じで、はい、なんしそんな感じです。うん、なかなかいい感じじゃないですか、もしかしたら。うん、うん、イエーイ終わりました。以上です、本日終了いたしまーす。はい、ということで以上です。 Thank you very much for watching and see you next time. Goodbye.